こんにちは、バーバです。今日はこの兜のリースの作り方をご紹介していきます。一番基本的な兜をこの間にパーツをつなげている形になります。では早速作っていきましょう。今回使う折り紙は15センチ四方の折り紙が全部で8枚になります。4枚が兜用、4枚がつなぎ目のパーツ用になります。まず基本の兜から作っていきます。一番基本の兜の作り方は以前別の動画で詳しくご紹介していますので、よかったらその動画も参考にして作ってみてください。はい、まずはこのように基本の兜を折っていきます。4枚の折り紙全部同じように折っておきます。次はつなぎ目のパーツの部分を作っていきましょう。まず白の面を上に出してこのような向きで置きます。三角形に半分に折ります。さらに半分に折ります。一度開きます。下の縁を少し上に折り上げていきます。だいたい1センチから2センチぐらいの間隔で折ってください。ここの幅が後でこのつなぎ目のパーツのここの幅になってきます。次は上の角を下の縁に合わせて折り下げます。まっすぐ2枚一緒に折り下げます。そしたらこの角をこの下の折り目の中にこのように挟み込んでおきます。裏返します。次は下の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うように折り上げていきます。裏返します。そして上と下を位置を入れ替えてこのような向きに置き直して
中心で下の部分をそれぞれ上に折り上げます。次は上のこの尖っている部分をここの角からこのように斜め下に三角形になるように折り下げてきます。こちらの角もここの真ん中の角からこのように斜め下に三角形に折り下げます。そうしたらこの三角形のこの角を下にこのように三角形の下に隙間が空いているのでこの下の隙間にここの三角形部分をこのように挟み込みます。そしてこれを表に返すとこれでつなぎ目のパーツの一つが完成です。残り3枚も同じように折っていきます。はい、このように兜が4つとつなぎ目のパーツが4つ完成しました。これからつなぎ合わせていきます。糊を用意しておいてください。つなぎ方はこのつなぎ目のパーツのこの中心の脇のところがこのようにポケットのように隙間が空いているのでこの隙間に兜のここの角を挟み込んでいく形になります。挟むこの角度ですが兜のこの横の縁とパーツの三角形の下の縁がだいたい平行になる感じでこの角はパーツの中心までしっかり挟み込んでここの角がしっかりぴったり合うようなこのような感じでつなぎ合わせます。感じでどんどんつなぎ合わせていきますが挟み込んだところがぐらぐら動いてくるので糊を使いながらつなぎ合わせていきます。まずこの兜の裏のここの下の角の部分に糊をつけます。そしてパーツのこの隙間に挟み込んでいきます。このような感じでどんどんつなげていきます。2つ目の兜の角にも糊をつけて同じようにパーツの隙間に挟み込んでつなげます。
同じようにどんどんつなげていきます。このように全部つなげたら、全体のバランスを見て歪んでいないかななど確認して形を整えます。はい、これで兜のリース完成です。折り紙を8枚使いますが、一つ一つの作り方は簡単なので、子どもの日の飾りなどにはぜひ作ってみてください。最初に見本でお見せしたものは、グラデーションタイプの両面折り紙を使って作ったものですが、使う折り紙の色によって雰囲気の違うリースに仕上がります。皆さん、いろいろな色で工夫して作ってみてください。この兜のリース、作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタン押していってください。